はい、めつ大きくなったサーモンになりたい、クルセいくらです。今回もですね、こちら、ザッダークオーカルトの続きをやっていきたいと思います。前回の続きからやっていくので、前回の動画見てない人はですね、概要欄に URL 貼っておくので、そちらから見ていただけたら嬉しいです。あ、ということで、前回はこちらですね、ちゃかちゃん。なんか子供部屋みたいなところから、こちらのカラスの目っていうのを手に入れたんだけど、多分これをはめる場所っていうのが、 この写真にもあるこの執務室の絵画の後ろのところになんか隠し扉みたいになっててそこの下になんかペストマスクのお物みたいなやつがあったんですがおそらくそこに似たようなものがあったので一回こちら行ってみたいと思いますなんかね2個ぐらい手に入れないといけなかったっぽいんだけどなんかじゃないけど今これ1個しか持ってないのでもしかしたら僕がセーブ忘れていたのかもしれないのでとりあえず行ってみたいと思います あーということで、戻ってまいりました。ここですね、ここ、ここ、この下のところに、あ、ほらほらほら、こんな感じで、あペストマスクかぶってるんだけど、かぶってはないわ、置いてあるんだけど、この置いてある目がまさしくこのカラスの目っぽいんだけど、これなんかはまってないところとかあんのかなおわ、ここにも来るちょ、ちょ、ちょ、それはまずい、それはまずい、それはまずい。お前、ほんとにどこでも現れるや。<laughs> もう死不可避ないやけど。さあ、爆速で戻って参りました。なんかついてないやつとかあんのかなあ、あ、ほら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 、声ついてなくない全然気づかなかったけど、あ、なんかはめれそう。えうわ、どこに、もうはめたれ、もはめたれ。おいなんかいた、なんかいた、なんか薄いった。もうい、い、いけ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 もう悪魔ババーなんて関係ない。もう行ったり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 。 さすがにここまで入ってこないでしょう。この距離ワープしてきたら本当にびっくりするけど。さすがに大丈夫でもこの先進むのも怖いなもう行くしかないか <laughs> 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 何もないとこから現れないでくれ。もうここですぐ入っちゃう。すぐすぐすぐ。もうなんだかんだ一番怖いのは本当にあの悪魔ババアだったね。 OK, OK. ここ入っちゃえばさすがに追ってこないでしょはははははは。<laughs> えもうどうしようもできないやん、こんなの。目の前にだけ現れなければ、多分いけるはず。あの不気味な BGM ならないでくれ。OK, OK, OK. 多分ここまで来れば大丈夫でしょさすがに。<laughs> よしよしよし、こうなったら。 もう逃げるしかないよな。頑張れ頑張れ頑張れ。一回もう安全なところに移動して、上とかに行っちゃって、でそこからもう一回戻ってこよう。時間はかかってもやり直すよりはマシかもしれない。よし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 もうここまでワープしてきたら、もう逆にこっちは先進んでやる的なぐらいの勢いで、 え、でもこれで目の前を現れたらもう本当に逃げ場なんてないよ。いけるか <laughs> もうこれ、もうこれどうしたらいいのかわからないわ。もう一生ここ行ったり来たりすることになるかもしれない。でも僕は諦めない。よし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 。うまいこと考えよう。 ここにここに出てくるのはちょっとまずいなええどこもうここかそこにしか出てこないじゃんうわーもうこれだって瞬間移動してくるでしょいきなりワーでしょこれいきなりワーパターンでしょほら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 なんかもう入ってくるとあよしよしよしい,いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない これれでぐるっと回れんじゃないもしかしかてここで一目 <laughs> さあ主人公の息はだいぶ上がっておりますがうまいこと逃げてきたので今度こそ入れると信じたいもうだってここ行くしかないもんねお守りとかも全然見当たらなそうだったしここの曲がり角ね頼む正面から出てこないでネズミだけにして なんかでも腕とか生えてきそうだなここここはここでめちゃめちゃ怖いぞえー、なんか壁あなんかスイッチみたいなやつある大丈夫かな引いてあい,あいたあいたいたあなにここあなんかやってんだけどええー、人の頭蓋骨でなんか山みたいに出来上がってんだけど もう一つのインテリアみたいな感じになってる。あ、なんかアイテムとかめちゃめちゃあるぞ。あれあれ出れなくなってるもしかして。閉まっちゃった。まあでもこれで悪魔ババはやってこないので、きっと落ち着いて見れるは見れるかなこれ。バッテリー大事だよ。そんな出てくるリチャ交換しちゃおうか。おい。 あとはもうなんかさ、とりあえず怖いのがさ、なんか真ん中にまつられてるあれだよね。絶対動くよね。あれ動かなかったら動かなかったでちょっと寂しいぞ。外れだ。うわ、ちょっと目の前取るの怖いなえー なんか召喚されてんのかななんか色々見れそうな感じするけどな。なんか奥やばそう。あれ、あれ、あれが一番やばいな。うわ、なんかあの暗闇とかからなんかいっぱい出てきそうだわ。何がとは言わんけど、鈴だ。なんか色々いけそう。あ、でも一番最初に気になるのはこいつだよね。何これ。えぇ、ー なんか呪術回戦に出てきた花火的なやつ描いてるんだけど。こっちにも宝箱ある。めちゃめちゃ出てくるな、これ。そんなにここで迷うことあるかなこれだよね。うわ、なにこれ。近づいていいのかなどうも、クルセイク田です。こんにちは。お邪魔しております。あっ ちょっと動いた。こんにちは。え。えどういうことなの？これ？<laughs> めちゃめちゃコンプライアンスには排除してくれてるけど。えー、気持ちの悪い感じやな。生きてるんだ。何捧げてんだろう。わ心…動いてるやん。この心臓。 どくどく気候流しかもちゃんと。ほらほらほら。ASMR や。また追いかけてくるんだろうな。もともと人間とかかな、これ。悪魔召喚に使われました、みたいな感じ。で、とりあえずもう一個気になるのが、これだ。え、なんだ うわつかひどい悪臭そんなまじまじと見るなんてことこれは人間の体の断片だうわなんか暗闇から出てきそうだなネズミちゃんもおってここはすごく危険だ。

なんか落ちてる。えー、ちょっと待って、これめちゃめちゃ気になるな捕まったらどうなるんだろう。はははは。はははは。近、近づくと、近づくと急に警戒し出すんだけど。ほら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 。かわいいなんか生きてるみたい。これ撮ってみようか、とりあえず。 ボルトン卿はこの邪悪なアーティファクトを取ろうとして死んだ。恐ろしい。気の毒にも、え、惨殺されたんだ。邪悪なクリーチャーたちがアーティファクトを守っている。重大な危険にさらされて近くに行くのは不可能だ。いろいろと調べて、これらのクリーチャーは黒魔術で呼び出されて分かった。この魔術はブードゥー卿が儀式に使う五副から力を得るらしい、あらゆる場所を探したけど、燃やした一つしか見つかってない。発見した時に信じれば、あと6つ探す必要がある <laughs>。 <laughs> 前回のさなんだっけなんかういじゃだっけういじゃの構造を5つ探すだけでさ多分パート4ぐらい使ってんのに最後の警告ですブートゥー教のゴフを全て見つけ破壊すれまでこのアーティファクトに近づかないことはもう近づくなっておたら近づきたくなるわこれブレイク・ウィリアムズがスケッチしたブートゥー教のゴフこれ6つ探さんといけんのかで絶対なんかあるよなこれ。 とりあえず、なんか横の方にも道があったから、ちょっとここ見てみよっか。ちょ、最後だね、動画の最後に、あれ近づいたらどうなるかちょっと最後見に行ってみよう。えなんかここもすっごいやばそうな音してる。ぐる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 言ってるぐ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 る。ちょっとやばい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 。 どこに行っても地獄やん。こっちはこっちの方が安全そうだな。安全かこれ。大丈夫大丈夫大丈夫かこれ。鍵とか入ってるんだろうな。わ、鍵入ってたほら、これ。いて座の鍵。結構集まってきたね、鍵も。で、これ鍵取って後が怖いよな。大丈夫かなこれ普通には戻れないんでしょ えなんか本当にこれ急に動か、動き出してきそう。ガラガラガッシャーン言うて。開いてないもんね。なんかオ、OK、ケ的な感じぐるぐる聞こえるな。とりあえずここから戻れそうなので。うわ、めちゃめちゃ不気味だけど、とりあえずここ進むしかないよね。 あれ、びくしーにずみか。あ、でもなんか、あ、あ、あ、ここ見覚えあるわ。ターンオブザライト。明かりを消す。明かりを消す。なんか嫌なもん拾っちゃったな明かりを照らす、へ、消すとなんか開くのかなもしかして。ここは普通にいける開けられた、開けられた。 で、問題はここからすんなりセーブポイントに行けるかどうかだよね。このゲームオートセーブとかそういうのないから、ここ上がるでしょここに来る。ここか。あ、あ、もう右曲がったらすぐや。ナイス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 。行ったれ行ったれ行ったれ。よし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 。 いやーもう本当にね、このね、扉の中が、マジで実家のような心感。なんかぐるぐる聞こえるわ。大丈夫かな一回セーブして、よしよしよし、これ無敵よもう。<laughs> これで無敵だ。いて座の鍵ね、次ちょっと行くとして、ちょ、今回は、あそこの白い悪魔白い悪魔っていうとね、なんかガンダムとか思い浮かべてるんですけども、<laughs> 連邦の白い悪魔って呼ばれてましたから。さあ、 ここだね。ちょ、みんなも気になっているはいるでしょう。この下かなまず、明かりを消せって書いてあったから、明かりを消したら、なんか動き出すんかな明かりを消すって周りの明かりのことかな動いてんだよな、これ。もうちょっともう一回近づいてみるなんか分かってたとしても、いきなり襲ってくるのは怖いけどな、行きます。 大丈夫だ。だかりを消すって言ったら恒例だよね。あっち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 。ちちち <laughs> 自分にはなんともないのね。とりあえずまたなんか後からやってくるんだろうな。よっじゃあね。この動画の締めはちょっとこれで、ね、終わりますか。じゃあちょっと最後に <laughs>。めちゃめちゃ求めてるもんな。ちょっとじゃあ。 失礼させていただきたいと思います。失礼します。うわ怖い。<laughs> 思ったよりシンプルに死ぬやん。<laughs> ああ。 もっとなんかぐちゃぐちゃに引き裂かれるとかと思ったわ。はい。ということで、今回はここらにして終わりたいと思います。次回はですね、なんか一定算の鍵と、なんか今度は6つの、なんか語布を集める旅が始まりそうなので、続きが気きなる方はですね、えー、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ、グルーセイクラでした。また次の動画でね、お会いしましょう。またね。バイバーイ。